ヨーク朝。ヨーク朝は1461年から1485年まで続いたイングランド王国の王朝。抗義ではプランタジネット朝に含まれる。ヨーク家、ハウス・オブ・ヨークは1385年にプランタジネット朝の国王エドワード3世の子、エドマンド・オブ・ラングリーがヨーク港に乗されたことに始まるプランタジネット家の支流である。 プランタジネット家は後に同じく、プランタジネット家分家のランカスター家にとって変わられたが、ヘンリー6世紀の王権の低下に乗じて、ヨーク公、リチャード・プランタジネットが、イングランド王を要求し、1455年に、ランカスター派と内戦、バラ戦争に突入した。バラ戦争中に、ヨーク公、リチャード自身は、廃止するが、結局ヨーク派はランカスター派の放畜に成功し、 1461年に、ヨーク派によるヨーク長が成立する。ヨーク長は三人の王を出したが、1485年のボズワースの戦いで、リチャード三世が、リッチモンド博ヘンリー・チューダーに敗れて戦死し、バラ戦争の終結とともに、ヨーク長は滅亡した。リッチモンド博はヘンリー七世として即位し、チューダー長が創始された。エドワード三世の後なんで、 ヨーク家の子祖エドマンド・オブ・ラングリーには、エドワード・オブ・オブノリッジとリチャード・オブ・コニスバラの二人の息子がいた。エドワード・オブ・ノリッジは1402年に公爵位を継承したが、子がないまま1415年10月のアジャンクールの戦いで戦死した。リチャード・オブ・コニスバラは、同年6月にに関わって、国王ヘンリー5世に対する反逆罪で処刑された。だが、リチャード・オブ・コニスバラは、 アンモーティマーと結婚しており、後継ぎとなるリチャード・プランタジネットがいた。こうして、リチャード・プランタジネットは、おじ、エドワードのヨーク公領と、父、リチャードのケンブリッジ伯料を継承することになった。さらにアンモーティマーは、リチャード2世の推定相続人であった弟のエドマンドが1425年に死去すると、マーチ伯領を継承した。こうして、リチャード・プランタジネットは、 父と叔父とマーチ博の大きな領土を相続した、王位継承権者となった。財産、借位、王位継承権が揃っていたリチャード・プランタジネットで、あったが、王帝における主要なポストは与えられなかった。これは、病弱な国王ヘンリー六世の周辺、特にサマセット公エドムンド・ボーホートと、王妃マーガレット・オブ・アンジューの方針だった。この頃から、 ヨーク家とボォー,ート家との対立は深まり、ヘンリー六世の病状が悪化した1453年から1454年に、極短期間ヨーク公がサマセット公を失脚させ、五国教になり、国王の貢献人の座を勝ち取ったが、国王が回復するとすぐに、ボォー,ート家は復権し、ヨーク公の官職はことごとく、サマセット公が引き継いだ。 バラ戦争は翌1455年の第一次戦闘オルバンズの戦いから始まりサマセット公を打ち取ったヨーク公が再度母国教として政権を担当した当初ヨーク公の戦争目的は国王の周辺からランカスター派の貴族を一掃することにあったが彼が自分自身の多い継承権を主張したのは1460年10月になってからであるこの年 ヨークハー7月にノーサンプトンの戦いで国王ヘンリー六世を生け取りにしていた。だが勝利は長くは続かず、12月のウェイクフィールドの戦いで逆にヨーク公と次男のラトランド博エドンドが捕らえられ処刑された。ヨーク公の王位継承の志は長男エドワードが継いだ。母方のいとこで後にキングメーカーと呼ばれるウォリックリチャードネルの支援を受けたエドワードは、 続く、モーティマーズ・クロスの戦いでランカスター派を破り、全党を切り開いた。これに対応するために、ヘンリー六世と王妃マーガレットが北部で活動していた間に、ウォリック博は、首都の支配権を得て、1461年に、ロンドンで、エドワードが国王であると宣言されるようにした。その間にエドワードは、タウトンの戦いで対勝して事実上、ランカスター派軍を壊滅させ、 王位を決定的にした。エドワード4世として即位したエドワードだが、その統治の初期はサマセット校の息子ヘンリー・ボー・フォートラ・ランカスター派の残党による反乱の鎮圧に費やされた。それが落ち着いた頃にエドワード4世の結婚問題を契機として彼を国王に押し上げたウォリック博まで離反した。ウォリック博はエドワード4世の弟で長女イザベル・ネビルの夫。 クラレンス・ジョージ、プランタジネット、宿敵マーガレットが率いるランカスター派と手を結んで1470年にエドワード4世を追放、全国王ヘンリー6世の福井に成功したが、翌1471年にエドワード4世は、反撃に出て、クラレンス公を寝返らせ、ヘンリー6世を廃位して、福井を果たした。続いてエドワード4世は、バーネットの戦いで、ウォリック博を打ち取り、 テュークスベリーの戦いでランカスター派を撃破し、マーガレットを捕らえた、後にフランスへ総監。そしてヘンリー六世は、遊兵先のロンドン島で殺され、エドワード四世の政権はようやく安定を見た。だが1483年にエドワード四世が死去すると、王位は12歳の息子である、エドワード五世が継いだが、少年王の摂政となったおじでエドワード四世の、 マッテイ・グロスター公・リチャードは、エドワード5世をその弟のヨーク公リチャード・オブ・シュルーズベリーと共に、ロンドン島に監禁した。島に入れられて以降、王子たちは消息を絶った。議会は、大たる資格という文書の中で、全王エドワード4世の結婚は無効であり、そのため二人の王子は、諸出子であり、グロスター公こそが正当な王位継承者であると、宣言した。 1483年7月、グロスターコンが即位して、リチャード三世となった。リチャード三世には、多くの敵がいた。それは主にランカスター派支持者であり、彼らの支持は、ランカスター家のボボーリュー,ボーフォート家の娘を母とする、チューダー家のリッチモンド白ヘンリー・チューダーへと、集まっていった。1483年の終わりに起こったクーデターの、試みは失敗したが、 1485年に、リチャード3世は、ボズワースの戦いで、リッチモンド博と対戦した。この戦闘で、リチャード3世の重要な支持者の何人かが寝返ったり参人を、見送ったりしたことにより、リチャード3世は戦死した。リチャード3世は、ヨークや最後の王であるとともに、抗議のプランタジネット家の最後の王であり、戦死した最後のイングランド王でもある。リッチモンド博は、 自身が国王であると宣言し、ヨーク家とランカスター家の生き残りたちの融合の象徴としてエドワード四世の長女、エドワード五世とヨーク公の姉エリザベス・オブ・ヨークをとし、1六百三年まで続くチューダー朝のソ・ヘンリー七世として即位した。後にエドワード四世の妹で、リチャード三世の姉エリザベスと夫のサフォーク公ジョンド、ラポールの子孫が正式なヨーク家の権利継承者と、 認められたが、夫妻の長男臨海安白女ドラポールは1487年にヘンリー7世に反乱を起こして、戦死、次男のエドムンドドラポールもヘンリー7世に反抗して、大陸へ亡命1506年に捕らえられ、ロンドン島へ東国1513年に処刑された。同じく大陸へ逃亡した罰氏のリチャードドラポールが1525年のパビアの戦いで死ぬと、 マーガレット・ポールがヨーク家の最後の生き残りとなり、彼女の子孫がヨーク家の遺産を継いでいった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。